今回は、東京まで来ております。はい。はい、で、もう結構有名な昭和の森テニスコートと言いましょう。テニスセンター。はい。はい。させてもらってます。はい。で、今回は、企画として、ちょっとあの、実業団、テニスユニバースさんに、僕たち3人がお邪魔させていただこうかなと思って、ここに参りました。はい。そのテニスユニバース代表の小野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ただいま、朝7時でございます。はい。なぜこんなに早いのかと言いますと、小野さん、いつもこの時間に。はい、そうですね。平日はいつも4時から10時まで朝練を、はい、やってて、高知県選手でやってる選手は、まあ、朝練習して、はいはいはい、で、夕方は仕事っていう感じで、うんうんうん、いつも1日を送ってます。なるほど、なるほど、はい、じゃあもうずっとテニスをされてるということで。そうですね、もう毎日がテニスで。いやいいですね。またこのコート、赤の芝ということで、はい、そうですね、珍しいですよね。珍しいですよね。僕はあの来るの初めてなんですけど、来たことあるよね。はい、ね、宮崎に1回ですね。はい、時はまだ赤じゃなかったっていう、緑の時。全部赤になったこれ。そうですね、あの外のコートは全部あのレッドオムになって。かっこいいですねこれ。普通のオムによりは結構球速が遅くて。なるほど、なるほど。あ、赤と緑でちょっと違うんですね。結構緑の方がやっぱ低く弾んで、普通のオムにっていう感じだったんですけど、はいはいはい、やっぱレッドオムになるともうクレー寄りの、バウンドの弾み方になる。なるほど、なるほど、なるほど。確かにちょっと芝が深い感じのイメージはありますよね、見た感じは。はい、まあ、ちょっと楽しみですねこれ打つのは。はい、はい、で、あの実業団の日本リーグがあるということで、はい、何か意気込みがあれば、はい、ぜひ電波に乗せて、はい、そうですね。まあ、いよいよ1週間後に日本リーグが迫ってきたので、私今年日本リーグに参戦して3年目になるんですけど、まあ、今年こそは例年は結構チームの人に頼ってばっかりだったので、まあ、今年こそは自分が力になって、まずは決勝トーナメント進出できるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、じゃあ僕たちも全力で応援したいと思います。全力でサポートする。はい、シングルスダブルスどちらが得意とかあるんですか？いつも普段は、はい、外の試合結構シングルスを出てて、ね、うんうん、やっぱ日本リーグの時になると、まあ、ダブルスにも出場する可能性があるので。なるほど、なるほど、はい、もうシングルスは MJ なんで。ダブルスはもう僕たち。はい、じゃあ今日一日、すみません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。気をつけていることは、まあ、結構打った後すぐボールが返ってくるので、打った後の構えを早くすることと、あとはそうです、ある程度相手がどこにボールを打ってくるのかを予測していって、しっかり早めに準備することを意識しています。はい、OK です。じゃあやっていきましょうか。はい、ボールはどこに出してもいいですか？どっちかに。はい、ありがとうございます。なるほど。はい、
練習終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。2時間、はい、7時9時で、ちょっとお邪魔させてもらいました。はい、結構濃いメニューでね、はいはい、なんか結構僕たち関西でやってるんですけど、関西ではこう試合ばっかり回したりするんですけど、結構久しぶりにこう、しっかり練習できましたね。ボレボレしたりとか、はい、4人で決してやったりとかね、いろいろなメニューやらせてもらったんで、はい、ぜひ僕たちで相手になったかわかんないですけど、日本リーグ、はい、応援してますので、はいはい、ぜひ全力でサポートします、はい、全力でサポートしますので祈ることしかできないですけど、はい、あの関西が祈ってます、はいはい、ありがとうございます、頑張ってください、頑張ります、はい、またじゃあ何かあればお邪魔させてもらいますので、はい、あとよろしくお願いします、はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。